なんか最近、釣りが楽しい。それは多分、きっと。風と、さてと手繋ぎ、それと、息を合わせて行こう。家に居づらい。海は変わらないでいてくれるのにな。友達に資格なんているの？一緒にいて笑顔になれたら、それだけでいいと思うけどな。あったかご飯に乗せて、小ネギを散らせば？漬け丼の完成。お父さんの味とはちょっと違うかも。けど美味しい。ひよりちゃんのパパの部屋、私が使ってもいいのかなって思って。幼馴染？うん、保育園の頃からの友達。友達いたんだね。いい笑顔で失礼なこと言わないでくれる？シュワシュワ笑い声重なってシュワ。新しいお姉ちゃんとはうまくいきそうじゃない？聞く限りじゃコミュ力高そうな子だし。恋ちゃんのパパも釣り人なの？ああいうのは釣り中毒っていうのよ。何をするにも釣り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 が最優先事項の変人なのよ。女の子がこんなに釣りに興味を持ってくれるのは珍しい。このバックキャストとフォワードキャストを繰り返しながらループを安定させること。机上の苦労をよして。うわ、ありますように。スローループ、2022年1月放送スタート。見てねー。